どうも皆さんこんにちは、フニです。6月の29、僕のソロアルバム発売っていう予定だったんですけれども、すいません間に合わなかったです。はい、まあ別に待ってるやつもいねえと思うんだけど、若干名待ってる人もいると思うんで、その方たちのために誠実に謝ります。すいません。でも分かったことは、ちゃんと期日を決めることによってそれを意識して焦ったし、そこまでに持ってった作品で、いやこれじゃこのままじゃ出したくないと思っちゃったんで、さらに完璧なものを作ろうと思ってます。でもそれが今までなかったけど、デッドラインを決めることによってOK になったので、まずそれは良かったかなと思います。で、まあ、あと、まあ、今日ね、6月の29日、恵比寿のバシカで、トライステロのタクロと一緒にライブをします。それと、あと8月の7日、コブさんの主催で、それもね、リリースパーティーっていうことで組んでくれてるんだけど、なんとか、その7日までに自分のソロアルバムを作れればなと思ってます。言い訳を言わせてもらうと、EP にするか12、3曲のアルバムにするか18、9ぐらいのフルアルバムにするか、すげえ迷ってて、じゃあ曲ができてんのかって言ったら、まあ全部できてないんだけど、まあでもちょっと待たして悪いのですが、タンザニアの警察に捕まった時の、ちょっと今これはタンザニアダレスタラームで捕まった、ビートは組むんだけど、これがこれはタンザニアの警察をおちょくってるとこですね。で、まあ本当すいませんとりあえずお待ちください。必ずいいものをお届けしますんで、まあ誰も待ってないと思いますが、自分が自分のためにやることなんで、ただ若干目待ってる方いらっしゃるんで、ね、すいませんでした。本当に必ずいいものを届けます。もしもっと頑張ります。よろしくお願いします。